らっしゃいませ。ようこそ朝霞へ。はい、今日はゴリさんが大好きな、はい、尾崎豊の聖地巡礼をしてみようかと思って。待ちに待った。あ、そう、尾崎特集やってみたかった。来たね。あ、そう、はいはい、ゴリさんは来たことありますか今まで。いや、意外とね、尾崎好きだったけど初めて来ました。あ、そう、はい、そう。じゃあちょっと朝霞だとあれかな、実家があったり。あ、そうですね。あと少年時代によく通った駄菓子屋さんとか。あ、あるね。行ったことない。公園とかあるんでしょ。はい、でちょっとその辺を巡って、はい、あ、いいね、行ってみたい。早速、はい、行ってみましょう。はい、ゴリさんたちは尾崎豊さんが少年時代によく遊びに行ったとされる太陽堂へと向かった。ちなみに太陽堂は昭和49年創業の駄菓子屋さんで、なんとゴリさんと同じ年。あれ、はい、大丈夫。ゴリさん、はい、ゴリさん、はい、あの奥に見えるのが、はい、尾崎豊が小さい時にね遊んでた、うん、ちょうどゴリさんで写ってないけど、あ、そうです、そうです、太陽堂駄菓子屋さん。はい、はい、ちょっと行ってみましょう。行ってきてくださいよ。太陽堂店内に入ると、なんと尾崎豊さんのサインと生写真が飾ってありました。お店のおばちゃんの話によると、この写真は尾崎豊さんのお兄さんの結婚式の時の写真だそうです。またサインは尾崎さんが歌手デビューすることをおばちゃんに伝えたところ、それじゃあということで軽い気持ちでサインを書いてもらったそうです。まさか尾崎くんがこんなに有名になるなんてね、と言っていました。太陽堂入店時、お客さんは私たち2人だけだったので、おばちゃんと尾崎さんのお話や駄菓子についていろいろとお話ししていたのですが、気がつくと店中お子様だらけとなってしまったので邪魔になると思い、駄菓子を大人買いして退店することにしました。次にゴリさんが向かったのは、坂の下に見えたあの町にのモチーフとなったところ。いろんな角度があるとこ。あ、ピースいらないか。ん？よし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 。ん？チャンスチャンス。はい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 。取った。こんだけ取ればいいでしょ。へえ。どこに住んでたんだね。まあ2階だよ2階。2階の。へえ。あんまり長いするとあれだから。最後振り向いて、あの街を振り向いていただいて、はい、行っちゃった、そのまま。ああ、もうさらば青春みたいな。うん、いいね。じゃあいい天気いい、うん、ね、最後に上京するときにここを歩いていったんですね。そうですね、こう、うん、坂の下くらい行きました。あ、そうだね、振り向いて、あ、夕日とこっちだもんね、多分ね、多分。そう、あの橋渡ってみる？ね、せっかくだからちょっと、でも子供いっぱいいるけど。ゴリさんが、渡れるかな？どう渡る？おお、あ、すごい揺れるんだ。揺れるんだ。結構揺れてるよ。ね、振り回しは大きくやらしたり、これ振りじゃないからね、全速力で走り、ここで遊んでたのかね。その頃もこれあったのかね、この釣り橋。ああ、いや、そればっかりはちょっと ね、なんか昭和何年竣工とか書いてないのかな。ね、あ、特に書いてないですね。ないの。こういうとこにありそうだけど。揺らさないでくれ、もらえる。めちゃめちゃ横に揺れんだけど、これ。おい、すごいね、これ。
めちゃめちゃ揺れあーこれは女子とか怖いってなっちゃうよね。うん、うん、邪魔で結構すごいね。なんか筑波山を燃やしてきたなこの間の。こんな感じだったよね、筑波山。余大さんね、もうちょっと激しかったけど、うん、もっと急だったけどすごい、結構広いし、すごいね、この。次に2人が向かうのは、尾崎豊さんが通った練馬区立東中学校周辺へと移動しました。あー、いいね、中学校か、尾崎の出身中学校。今左側に見えるのが、そう、尾崎豊が通ってた練馬区東中学校ですかね、はい、さっきの浅草からここまで電車かなんかで来てたのかね。ねえ、うん、 でも結構距離ある、あったよね。何キロねえ、10キロないぐらい。ねえ、バス、電車で、うん、車でも30分ぐらいだったかな今。お、先にちょっとね、バッティングしてもらったけど、そうそうそう、楽しかった結構ね、なんか最初、みたいな感じだったけどね、やっぱりやってみるとね、ね、ちょっと打てるようになった。大丈夫大丈夫、ゴリさん毎回そうなんだよね、最初はなんだけど最後は楽しくなってきちゃったなみたいな。そう、結構楽しくなってきたんだよな。まあ、それはでも広いね、中学校庭が。まあでも中学校、言うても中学校ですからね、こんなもんじゃないですか。あ、こんなもんあるか。ね、尾崎はね、そう、通っていた。あれでしょ、問題のタバコ吸ってたのもこれでしょ。あ、そうだね。あ、いいところに見取り図があるじゃないですか。でもね、残念ながら焼却炉的な書いてなかったんだよね。あ、まあさすがに焼却炉は買わないかまあね握りしめ恋の結末もわからないけど、あの子と俺は死ぬ、ずっと夢に見てる。大人たちは心を捨てる人はというが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な中学の夜。一瞬でバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。で、覚えた風のタバコを吹かし、星空を見つめながら、自由を求め続けた15の夜。来ましたね。来ましたね。渋谷のクロスタワー。いやー、都会っすなー。ね、ビルが多いな。いや、こっちさ、Google があって。あ、こっちはなんだ。こっちなん？光栄かな。書いてない。わからん。はい、行ってみましょうよ。せっかくだから。あ、すごい。もうこっから書いてあるんだ。いや、本当だ。すごいの。すごいね、こんないっぱい書いてある。だってずっと向こうだよ。そうだよね。お願い、源ちゃん。え？
やめないで。お金、お金が欲しいか。これ映んない。それは映んない。白いのは映るけど。どういうこと？お金が欲しいってどういうこと？それは尾崎に。すごいね。なん。ね。どれぐらい？17歳。うわ、懐かしいな。懐かしい。懐かしい。何年ぶりだろう。何十年ぶりなんだ。久々だね、おがき。記念日。プレートが3つに分かれてるんですね。ん？ 3 つに分かれてるんですね。この尾崎のと、うん、これは何ですか、堀さん。全然無視だね。あ、ごめん、聞いてない。これは何ですか。これはだからほら、17歳の地図の歌詞だよね。あ、なるほどね。心の中をかき分け、壁伝いに歩けば、しがらみのこの街だから、強く生きなきゃと思う。苔の上の方に空風が吹いて、風吹いてる、うん。歩道橋の上に振り返り、焼けつくような、これね、あ、まあちょっとね、今日はちょっと焼けつくようなビールしかないけど。冷たいけど、今、うん、そうだね。今、心の地図の上で、これ全ての出来事を提案しよう。セブンティンマウス。あ、いやいやいや、マウスってで、こっちは何ですか、その白い。白い方はもともと寄せ書き用、寄せ書き用なのかな。あ、もともとなんか書いてなかった気がするな。あ、寄せ書き用かもしれない。多分なかった。森さん書かなかったの。あ、ほら、Your Message って書いてあるの。あ、Your Message じゃあ、あ、メッセージを書いていいよってことだ。なるほど。ゴリさん書かなかったんですか。あー、書かなかったね。あ、書いてないのかい。ちょうど20いくつだっけな、もう26年前ぐらい。あ、結構前だね。あ、カナもう、じゃあこれあるんだ。あ、そうだ、あったよ。へえ。で、できたのが、え、いつだろうな。書いてない。あ、書いてあるか。できたの書いてないか。何年前だっけな。まあ、でもあれだよね、うん、そうだよね。だって亡くなって、まあ、何年か前、何年か経ってできたの、この記念。1995年だったかな。95できたのかな。なんか3年ぐらい経ってからできた気が。多分そうかもするんですけど。ちょっとあのゴリさん、うん、学校まで行ってみます。近いから。お、青山学校。まあ、要はそうだよね。ここを通って通学路ってことだよね。あ、そうだよ。そので。ここでこう見てたってことでしょ。そうそうそう、あ、そうだよ。まあ、ビルしかないけど今はね。ちょっと一回写真だけ撮っとこう。このまま撮れるから撮っちゃう。これ見えるよ。撮りますよ。さっきの、はい、チーズ。青山だ。遅刻だぞ。青山。何時だと思ってんだ。学院高等。おい、もう結構ね。これね、全く映ってないです。嘘。真っ黒。あ、来た。おい。うん。あ、これだとうまーく。青山学院。ただこうやってやっちゃうとゴリさん眩しいって言われちゃうんだよね。眩しい。どうですか、ゴリさん。ああ、懐かしい。まあ、どうですか。懐かしい。ないけど。っていうか、通ってなかった。通ってないけど。真っ暗だよね。ね、青山学院高等。そう、まあ、ここで通っていたってことですね。通ってた高等学校。今日一日巡ってみましたけど。もう、そうっすね。なんか一番最初のところが一番面白かった、うん、ああ、そうだね、駄菓子屋さんとあの坂が。うん、うん、そう。まあ、え、な、中高2ぐらいで。高2、そうだね、高2ぐらいじゃない。大体高3まで行ってないね、おそらく。やめたの、中退して。なるほどね。じゃあ戻
戻ってみますか。まだちょっともう一つ行きたいとこあったんですよ、うん、お、どこ。じゃあそちらに向かってちょっと一回戻りましょう。戻り